ンマユ札幌暮らしぶり。こんにちは、重宝です、今日は小樽へ向かいたいと思います。小樽といえば、緊急事態宣言のちょうど入る前ですね、確か2月ぐらいのまだ真冬の時に、一度小樽のレポートというか、その時の現状をね、どんな感じになってるのかということで、一度動画にもアップしたことがありましたけど、まあその時は本当に悲しくなるぐらい、誰も人が歩いてなくて、これから一体どうなっていくんだろうというような感じではありましたけども、今日はあれから4ヶ月が経って、今はもう6月の後半、まもなく7月、小樽のビーチ、ゼニバコビーチをちょっと見たりとか、まあ、もちろんまだね、オープンしてないんで、全然準備は整ってないから、かなり砂浜も荒れ果てた状態だとは思うんですけど、小樽運河、それから境町商店街、そこら辺を散策していきたいと思います。では行ってきます。ゼニバコといえば夏は海水浴場、ね、非常に荒れてます。海から打ち上げられたさまざまなものが散乱しております。ただここはどうなんだろう、まあ、メインの海水浴場ではなくて、まあ、ちょっとそこの外れの方なんですよね。ただ海の家もあります。サンセットビーチ、それからこちらにも、あそこにもありますね、なんかトイレ。ここちょっと来たことないんで、夏の状態、シーズンの間はどういう風になっているのかちょっと分かんないんですけども、まあ、今はこのように荒れ果てた砂浜ですね、荒れ果ててます。で、向こうの方に行きますと、マリンジェットとかそういうのを楽しむ人がいまして、さらにその反対を向くと、あちらの、あちらがいつも端の方ね、そこがメインの、まあ、ビーチなんですよ、海水浴場ね。で、その間はウィンドサーフィンとか、そんな感じの方がおります。
こちらの倉庫はですね、先ほどのパン工場の出荷前の缶が保管されている倉庫です。第三補正倉庫です。2つのお話で有名になりました。1つ目は仮面ライダー2号の撮影ですからあります。第19話怪人クルマブラは現れて、この北海道札幌と小樽がロケしてですからあります。何かいかにも爆薬ショッカーでいくそうな雰囲気ありますよね。そしてもう一つは、カニ高専で有名な小林武先生の工場細胞という短編小説の中で出ております。この倉庫を見ているうちに、倉庫をしているうちにですね、目の前には橋があります。この目の前にある橋、浅草橋です。橋から見るのがよくテレビや雑誌などに映っている有名な橋です。橋の向こう側にはメルヘン交差点や境町通りがあります。で、特に境町通り、チーズケーキで有名なルタオさんやガラス細工で有名な北一ガラスさんのお店もあります。これからお土産を買おうという方いらっしゃいましたら、ぜひ境町通りに寄ってみてはいかがでしょうか。たくさんのお土産屋さんが並んでおります。さて今日は小樽、ゼネバ湖海岸から始まりまして、ちょっと初めてなんですけど、運河クルーズというものに乗ってみました。45分間ということで、一体その長い時間どこを回るのかと思ったんですけども、普通に運河をゆっくりとしたスピードでね、軽く流してあっという間の45分でした。の境町商店街ですけども、復活間近小樽観光復活かな、これ人がだいぶ増えてきております。ほらね、頑張ってるでしょ。ということで、小樽観光まもなく復活の兆しです。じゃあこれから札幌に戻りたいと思います。どんどん遊びに来てください。それじゃあね、バイバイ。She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that